バッド・スペンサー、1929年10月31日から2016年6月27日は、イタリアの俳優、元水泳選手。水泳選手時代ナポリ出身、ローマラ・サピエンツァ大学で科学を専攻した。当初は、水泳選手として、活躍、1950年9月19日、21歳の時に、イタリア人として、 初めて100メートル自由形で1分を切る59秒後で記録を更新した。1951年の地中海競技大会で銀メダルを獲得。1952年のヘルシンキオリンピックに100メートル自由形で出場、準決勝に進出した。4年後の1956年のメルボルンオリンピックにも100メートル自由形で出場し、この時も準決勝まで進出した。 また、水球選手としても活躍した。1950年に俳優デビュー、今の芸名は1967年から名乗り、大好きなビールのバドワイザーとアメリカの映画俳優、スペンサート・レーシーから、それぞれ撮ったもの。ジュゼッペ・コリッツに見出されて、マカロニ・ウエスタンに多く出演、その多くやコメディ映画で、テレンス・ヒルと共演し、 オリバー・ハーディアンド、スタンド・オーレル以来の最大のギャグコンビとして知られた。2016年6月27日、86歳で死去。映画、サンド・バギー、ド・カンとサ発』で、デレンス・ヒルト。これまでは、本名のカルロ・ペデル・ソーリでクレジット。ありがとうございます。